こんにちは。こんにちは。おーい。まあ、ちょっと、あのー、帰省しようと思って、ハムニャンに、お留守番頼もうと思います。あ、こんなにな、ひまわりの種あげたら怒られるな、みんなに。<laughs> いやでもまあ、あのー、一泊するんで、 ま、一泊やったら、絶対、連れて帰るより、置いていった方が絶対いいんですよ。なんで、ま、暖房つけっぱにして、ヒーターつけっぱにして、で、この辺で手前に、ちょっと涼しいとこ作って、ま、ハムちゃん、いけるやろうなっていうのが <laughs>。ほんま気に入ってくれた。ほんまに気に入ってくれて嬉しい。ハムスターあるあるゃん こう左の奥にあるのが、まあ、タコツボ。これもめっちゃ気に入ってくれた。これはホームセンターでこれめっちゃいいやんと思って買ったもの。真ん中のモコモコはこれも入ってくれへんかもしれへんと思ったけどまあ買ったら入ってくれたし。しかも何がおもろいかって言ったらほんまになんか一つ一つなんか分解していくんよハムが。 <laughs> 出てきた <laughs>。でも,も、もうボロボロやねん。もこもこハウスは、まあ、あのー、まあ、ワンシーズンワンシーズンが、まあ、あれかな。寿命かな、とか思ったり。もう今年はもうこれで捨ててもいいかな、と。だって、まあ今年ってか来年もやけど、 まあ3月ぐらいまで寒くなるから、まあ要するに、3月までやったら、もうだって11月ぐらいから寒かったやんか。んで、もう2ヶ月しか使ってないのに、あの、<laughs> あの、2ヶ月しか使ったらこのボロボロやから。もうあと3ヶ月使ったら、もうボロボロやろうということで。ほんま気に、もやばない。俺の買ってきたやつ全部気に入ってるんやけど。くっ <laughs> <laughs> ってことで、まあ、その辺、みんなバイバイ。みんなバイバイじゃあ、ハムちゃんバイバイ。じゃねー。